こんにちは、こんばんは。ココアトチャンネル、ココアトラジオへようこそ。いやー、皆さんちょっとサムネイルとかタイトル見て驚いた方いるんじゃないでしょうか。少し前っていうかもうずいぶん前なんですけれども、ライブ放送の時になんか盛り上がっちゃって松田聖子さんの歌を歌ったことがあるんですよ。で、私的にはクレーム来るんだろうなと思ったんですよ。実は内心ドキドキだったんです。実はね、それが皆さん意外に同世代の人とかが多くて、それでライブ放送のアーカイブのタイトルに松田聖子さんの名前を入れると、なんか聖子ちゃん世代の視聴者さんが結構増えたんですよ。中にはライブの時に一緒に歌ってましたとか、 LINE アットの方には機会があったらこれ歌ってくださいとか、私は本当に松田聖子さんの歌で大きくなったと言っても過言ではないような世代なので、ありがたいやら申し訳ないやら、本当の聖子ちゃんファンが聞いてたら怒られるんじゃないかなって思いながら、今日もこの動画をお届けしております。まあね、本当に私も声変わりするまでは、本当に中学校1年生ぐらいまでは聖子ちゃんの声が出てたんですよ。本当にどこで歌っても聖子ちゃんにそっくりって言われてたんですよ。それがね、中2の終わりから中3にかけて声変わりしちゃってこんな声になっちゃったんですけれども、それでも心だけはあの時のまんまよ。そんな感じで今日はお届けするわ。そこで今日は LINE アットとかにいただいたちょっとリクエストにお答えし、なんかリクエストにお答えするってほどでもないんですけれども、なんかせっかくそうやって同じ歌を聴いて、なんか子どもの頃とか青春時代に何かのご縁でこうやって動画で YouTube で出会ったわけじゃない。なんかそうやって同じ話題をしたいなということで、まあ、歌うというほど大げさなものではないんですけれども、聖子ちゃんの歌にはこんな素敵な歌もあったんだよっていうことを、まあ、ファンの方は多分ご存知だと思うんですけれども、よくテレビとかで流れてた聖子ちゃんの歌以外にも B 面、もう B 面っていうこと自体が世代が出てると思うんですけれども、もう私たち世代は B 面なんです。なので今日は聖子ちゃんの話題を盛りだくさんにしたいなと思って、なんか聖子ちゃんのことを語るような、そういうココアトラジオにしたいの。私と同世代の人になんか懐かしんでもらいたいなって、きっとなんか同じような思いで成長してきた人もいるんだろうなって、中には私は松田聖子さんのファンじゃありませんっていう方もいると思うんですけれども、そんな方には聖子ちゃんのシングルの B 面にはこんな素敵な歌があったんだよっていうことをご紹介する、そんなラジオになればいいなって思ってるんですけれども、私今日始める時に聖子ちゃんチックに始めたかったの。だからもう一回オープニングからやりたいわ。いいかしら、大丈夫かしら。それでは気を取り直していきましょう。今日は聖子ちゃん縛りということで、もう一度オープニングからスタートします。それが始まったらもう皆さん聖子ちゃんよ、いい？聖子ちゃんっていう感じで聞いてよ。そしてなんか歌のタイトルが出てきたら皆さんもぜひ歌ってください。口ずさんでください。お願いします。それではもう一度オープニングからいきましょう。どうぞ。こんにちは、こんばんは。ココアトチャンネルへようこそ。やっぱり無理でしたね。やっぱり違いましたね。気分だけはそんな感じなんですよ。どうしよっか、何から話そっか。ライブの後、また聖子ちゃんの歌が聴きたくなって、なんかほら、この前のライブの時、タクタクさんっていう方がいっぱいリクエストしてくれたことから、なんか聖子ちゃんライブみたいになったじゃない？そして後にどうしてもなんか聖子ちゃんの歌が聴きたくなって、そういう CD とか昔のものをこう収めてるというか、しまってるところがあるんですね。そこから聖子ちゃんの CD を何個か引っ張り出してきて、もうあれからずっと絵を描いてる時はもう聖子ちゃん一色よ。ずーっと聖子ちゃんを聴いてるわ。もうずーっと聖子ちゃんの歌で絵ができている感じです。まず3人くらいから同じリクエストがあったんですけど、蛍の草原っていうのがあったんですよね。私シュープリームなのかスープリームなのか、アルバム名何なんだろうと思ってたんですけど、あの時タクタクさんにライブでそれはシュープリームですよって教えてもらったじゃないですか。じゃないですかって聞いてない人わからないですよね。申し訳ありません。そこに入ってる歌なんですけれども、ライブの時と違って、じゃあちょっと歌にエコーをかけて、ちょっとでもお聞き苦しいのは変わりないけど、ちょっとでもじゃあエコーをかけていただいて、ちょっと気分を盛り上げてまいりましょう。そのシュープリームに入ってる歌の蛍の草原なんですけれども、知らない方のためにちょっとだけ歌いますね。でも本当だったら聖子ちゃんの歌を聴いていただいた方がいいんですけど、ではあの頃に戻ってちょっと歌いたいと思います。星空を焦がしてキャンプファイヤーの火の粉、山陰のふもとに街の火が揺れてるわ。あなたに手を引かれ川のほとり歩く、静かな夏の夜、水晶の冷たいせせらぎに熱い気持ちを笹舟のように浮かべては流してた。あなたが好きよ、蛍がちょっとやっぱりサビの部分は出ないわ。これ中1までは出てたのよ、全部。完璧に。でもどう？ちょっと私、割と聖子ちゃんになりきってなかった？どうかしら。なんか人前で歌うことが本当に初めてだから、ちょっと恥ずかしいところもありますけれども。でももう恥ずかしがってはいられないのよ。動画で流してる以上は。ね。この歌詞本当にすごくないですか？星空を焦がしてキャンプファイヤーの火の粉。私子供っていうかもう中学生ぐらいだったかな、小学生高学年だったかな、ちょっと定かじゃないんですけど、星空を焦がしてキャンプファイヤーの火の粉ってこの始まりからもう情景が頭に浮かんでたっていう、なんかもう本当に素晴らしかった。この歌詞を書いたのは松本隆さんなんですけど、聖子ちゃんがよく松本隆さんは男性なのにどうしてこんなに女の子の気持ちがわかるんだろうっていうふうに言ってたんですね。それで私何かラジオか何かで松本隆さん本人が喋ってるのを聞いたことがあるんですよ。それで聖子ちゃんが松本隆さんにどうして女の子の気持ちがわかるんですかって質問してたんですね。そしたら松本隆さんが恋する気持ちとか人を愛する気持ちって男の子も女の子も変わらないんじゃないかなって言ってたんですよ。本当にそうだなと思って。歌詞はやっぱり聖子ちゃんが歌うから、わーとかのーとか語尾を女の子にしてやっただけなんだよって言ってたんですよ。それで私それ聞いた時に語尾を男の人にして歌詞を読み直したことがあるんですね。そしたら見事に、あ、もう本当になんか男の人の歌として聴いても、これをなんか男の人に歌ってもらって聴いても、なんか胸がキュンとするような、キラキラしたような、なんかそんな歌詞だなと思って。もう、松本隆と松田聖子って最強だなって、当時も思ったし、今も思ってるんですね。そこで今日の本題なんですけれども、今、先ほども言ったように手元に2枚のアルバムがあるんですね。どうしよう、ラジオだけど、ちょっと画像で後でスタッフに被せてもらいましょうか。このアルバムです。この2枚があるんですよ。このグレーというかブルーグレーの方は昔買ったやつで、ピンクの方はなんか割と最近といってもそんなに最近じゃないんですけど、リバイバルとして多分出たものだと思うんですね。このアルバムは聖子ちゃんの B 面ばかりが出てるんですよ。本当に当時聖子ちゃんのシングル曲っていうのはキラキラしてて、どれを聴いても本当になんか女の子の心をくすぐるような、本当にキラキラしたそういうシングルばかりだったんですけど、もう B 面も本当に素晴らしかったの。B 面って言ってるけど、多分これ30代とか平成生まれの人 B 面って何なんだろうって思ってると思うんですけれども、昔はレコードだったんですね。それでシングル曲が A 面にあったら B 面があったんですよ。もちろんアルバムも素晴らしいんですよ。でも聖子ちゃんのシングルの B 面が本当に素敵な歌ばかりなの。そんな中でもチェリーブラッサムの B 面の少しずつ春。これは素晴らしいんですよ、皆さん。正直言って私はチェリーブラッサムが出た頃は本当にちっちゃくて、リアルタイムではこのシングルは買ってないんですね。後から取り戻したっていう感じなんですけど、私よりちょっと年上の方だったら、チェリーブロッサムが出た当初のことって覚えてる方もいるんじゃないでしょうか。チェリーブロッサムっていつ頃出たの？1981年だから私が10歳の頃、ちょうど聖子ちゃんのファンになったぐらいの頃。この頃のお小遣いではレコード買えなかった。私が1971年生まれだから、私が10歳の頃にチェリーブラッサムが出て、そして B 面。少しずつ春を私が初めて聞いたのは、一粒の青春っていう、なんかグリコがやってる、聖子ちゃんのラジオで聞いたんじゃなかったかな。そのチェリーブラッサムの B 面の少しずつ春、知らない方のためにちょっと歌いますね。月日はいたずらな子供みたいなの、いつでも冷やかし半分見ているわ、それでも私の心は変わらない、エンレスな愛を信じるわっていう歌なんですよ。すごくない？月日はいたずらな子供みたいなの。なんかすごいですよね。今聞いてもさ、なんか全然古くなくない？この歌詞。なんか今なんかどっかで何かで聞いても絶対にこれ使えると思うんですけど。まあね、私の歌で聞いても全然その感動伝わらないと思うんですけれども、ぜひどこかにあると思うので、これ絶対聞いてもらいたいの。そしてコンサートとかで歌ってる感じじゃなくて、当時の聖子ちゃんが歌ってる歌声を聞いていただきたいんですけれども、ちょっとまだ低めの、いわゆる皆さんが知ってる聖子ちゃんの歌声になる前の声みたいな。なんか表現難しいですね。じゃあここで聖子ちゃんファンの人がもし聞いていたらクイズです。白いパラソルの B 面は何でしたか？これはもう、これ答えられた方はもう大の聖子ちゃんファンだと思います。白いパラソルの B 面は、花一色。これは聖子ちゃんファンの間では、タミさんは野菊のような人だって言われてる歌です。正式な歌のタイトルは、花一色、野菊のささやきという歌なんですよ。でも聖子ちゃんファンは、タミさんは野菊のような人だっていう風に呼んでるんですよ。それはなぜかというと、もう野菊のささやきと聞いて分かった方も多いと思うんですけど、当時、ものすごい興行成績を収めた映画、野菊の墓の主題歌だったんですよ。野菊の墓のタミさん役が聖子ちゃんだったから、タミさんは野菊のような人だって言って、聖子ちゃんのファンの人はそうやって呼んでるんですよ。これ、私、初めての LP 版を買ったんですよ。大人の方は野菊の墓の VHS テープを買って見てたようなんですけど、私は子供だったので買えなかったんですね。で、映画館にも親に許してもらえなかったから行けなかったから、お小遣いを貯めて LP 版を買って、家で LP 版を聴いたんですよ。映画丸々声だけでレコードに入ってたの。それで映画だったらこんなんなのかなって思い浮かべながらこの歌を聴いてたし、映画を聴いてたんですよ。もう映画を見てたんじゃないんですよ。映画を聴いてたの。このアルバムご存知の方いるかな？もしいらっしゃったらコメントください。今だったら考えられないでしょ。音声だけで映画全編を収めてる CD なんてないでしょ。当時レコードであったんですよ。もう号泣だった。それまで出てた聖子ちゃんの歌ともなんかちょっと違ったじゃない。ちょっと和風というか。それで映画のセリフが、タミさんは野菊のような人だってマサオさんが言うんですね。それで聖子ちゃんが、私が野菊のよって言うんですよ。で、今度は林道が咲いてるところに行った時に、タミさんが、マサオさんは林道のような人だわって言うのよ。これ覚えてる方いるかしら。あ、それで歌の方なんですけれども、歌は、黄昏は花の色、ひそやかな心の色、会いたくて会えなくて、沈めても騒ぐ気持ち、人の夢とペンで書けば儚かないって読むのですね。好きでした好きでしたあなたへの花ひと色。もうでもご存知の方は私の今の歌を聴いただけでも情景とか音楽が頭浮かんだんじゃないですか。でもあれだけ映画がヒットしたから「野菊の墓」の主題歌を聖子ちゃんが歌ってたっていうのはご存知の方も多いと思います。いかがでしょうか。本当にいくらでも喋れる聖子ちゃんの話だったら。次の B 面のお話は「ボンボヤージュ」。松本隆さんと松任谷由実さんと松任谷正隆さんがタッグを組んだ B 面の歌なんですよ。ボンボヤージュの A 面はロックンルージュですよね。グッド渋いスポーツカーでの B 面。作曲が松任谷由実さんなんですけども、呉田軽穂っていうものかな。なんか松任谷由実さんが聖子ちゃんに曲を書く時のペンネームですよね。もうこの曲も名曲。松本隆さんの世界観がもう本当に素敵な、そんな B 面の歌なんですけれども、始まり方もタタタタタタってフランス人の人をコーラスに呼んでゴスペルとかで作っても本当に素敵なんじゃないかなと思うくらいの曲。タタ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 タ。目もくらむほどの提供を渡って汽車は狭い山あいへ。雪解けの蜜がきらめいてあなたは眩しそうに窓を見る。月の暗いトンネルキスのチャンスだねってそんなことをしたら今度の駅で降りるわよ。ボンボヤ初めてのボンボヤ旅なのに何も話せない。怖いのよ違うレールの上走る気分なの。やっぱり高いとこは裏声に逃げてしまいました。これも私子供の時完璧に歌えたのよ。もうなんかすごくないですか。もう胸がキュンとならない。どんな感じ。汽車って乗ったことないけど、田舎の方に電車で旅行に行って、この時恋愛とかも私したことないけど、好きな人はいたんですね。なんかその人と電車に乗って、旅に出て、なんかトンネルで暗くなったらキスのチャンスだねなんて、もう本当にキャーって感じじゃないですか。この私の気持ち分かってくださる方いらっしゃるでしょ。なかったそんな感じねえ。当時のこととか、当時私が本当に男の子で先生に反抗してた時のこととか、もうすごいいっぱい出てくる。当時私ファンクラブに入ってたんですよ。ファンクラブの名前はペペって言ったんですね。聖子ちゃんのファンクラブ入ってた人いる？これ聞いてる人で。ペペって何の意味って分からなかったの。未だに分からない。知ってる方いたら教えて。なんでペペなの？そして私が大好きなシングル。まあどれも大好きなんですけど、もう秘密の花園も大好き。でも、秘密の花園に入ってる B 面。私的には、秘密の花園は序章で、レンガの小道で完結っていう感じなんですよ。秘密の花園はもう聖子ちゃんファンじゃなくてもみんなご存知でしょ。なんか落差があるんですよ。なんて言うんだろう。本当に A 面と B 面って感じ。人間の表と裏って感じ。なんて表現したらわかるんだろう。なんて言うんだろう。この歌を聖子ちゃん以外の人が歌ったら暗くなりすぎるって感じ。作詞はいつもの通り素晴らしい松本隆先生、そして作曲がなんと財津和夫さんなの。もう素晴らしくない？このコンビ。歌は草もえと、すいません、ルーは聖子ちゃんの中で発音させてくださいね。なぜかというと草燃えるっていうと別の歌になるのよ。ルーは中なの。聖子ちゃんファンの人なら分かっていたけれども、草燃えるレンガの道の月あたり、あなたの家で呼び鈴を押したけど、もう誰もいない。すごくない？呼び鈴をしてももう誰もいないのよ。草燃えるレンガの道。どこ？これどこ？どんな山奥？私は木いちごが生えてるような、なんか本当に丘の上っていう感じ。なんかそんなに山奥じゃないの。木漏れ日を抜けてちょっと曇った感じの萌え木色の丘って感じ。草燃えるっていうのは萌え木色の萌えって書くんですよ。そしてその次が、自分では感じないけど、気の強いどこもあったの、ささやかなすれ違い、許せずに一人。すごくないですか？もう何を想像できますか皆さん。あ、別れたんだ、失恋なんだっていう感じがしないですか？もうこれぜひ秘密の花園を聞いた後にぜひ聖子ちゃんの歌で聞いていただきたいんですよ。聞いたことない方には。人は幸せを不意に失って気づく。そして振り向いて探す時の忘れ物。すごくないですか？なんか哲学的だし、余韻とか余白がいっぱい歌詞に込められてると思いませんか？松本隆先生の。そこに財津和夫さんのこの曲で、もうなんかすごくない？人は幸せを不意に失って気づくんですよ。なんかここで人は幸せを失ってから気づくってなったら、ちょっとなんかそんなこと誰でも言ってるよっていう感じなんだけど、不意にってつくだけで、こんなになんか叙情的というか、もうこれは本当にすごい、素晴らしい。そしてこの曲は A 面 B 面両方売れた曲なんですよ。聖子ちゃんファンじゃなくても知ってる方多いと思う。制服。赤いスイートピーの B 面の制服。なんか卒業シーズンの切なさを描いた、そんな曲なんですけれども、この曲も歌詞は松本隆さんで、作曲はユーミンです。始まりが素敵じゃないですか？チャッ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 ってこのスタッカート、すごくない？チャッ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 チャラララタララララ。でもすごくない？この始まり方が。卒業証書抱いた傘の波に紛れながら、自然にあなたの横並ぶように歩いてたの。4月からは都会に行ってしまうあなたに、打ち明けたい気持ちが、でもこのままでいいの、ただのクラスメイトだから失う時初めて眩しかった時を知るの。なんでこんなに名曲って古くならないの？なんで？すごくない？本当にこの制服。ぜひこの曲も赤いスイートピーを聴いて連続で聴いてもらいたい。春色の汽車に乗って海に連れて行ってよからの卒業証書抱いたよ。わかる？私のこのこだわり。私は制服を聴くときは制服だけを聴かないで赤いスイートピーを聴いてから制服を聴くの。なんかいつか聖子ちゃんがコンサートとかで赤いスイートピーと制服を連続で歌ってくれる時が来たらこの感動わかる人がいると思うんだけどな、本当に。そして次もこれも両方合わせて聴いていただきたい。なんでだろう、当時のシングルってそうやって作ってたのかな、物語として。違う？なんか起承転結がある。 A 面で物語が始まって B 面にラストがあるみたいな、そんな感じしないですか？私だけ？次の曲はマドラスチェックの恋人。もうこれ聖子ファンだったらみんな大好きだと思う。まあどれも好きなんですけど、このマドラスチェックの恋人は小麦色のマーメイドの B 面です。もう小麦色のマーメイド皆さんご存知ですよね。涼しげな天気でああ一口のリンゴ酒。これ私父親のなんか商工会かなんかのバスツアーでバスの中で熱唱したことある。で歌えって父親に言われて歌って、それが聖子ちゃんだったから男のくせに何歌ってんだって言って後ですごい怒られた思い出がある。だって歌えって言ったのはお父さんなのになんで怒られないといけないのと思いながら。その小麦色のマーメイドの B 面マドラスチェックの恋人、これもう知らない方に絶対教えたい。歌詞は松本隆さん、曲はユーミン。もう黄金コンビじゃない？これさっきから同じこと何回も言ってるけど。じゃあマドラスチェックの恋人歌いますね。もう歌うことが平気になってきたね。なんかね、最初ちょっと恥ずかしかったんですよ、やっぱり。でも録音してる時は本当に何のエコーもかかってないけど、アップロードする時スタッフがなんかキラキラってした音とかエコーかけてくれるっていうから、ちょっとはマシに聞こえてるんじゃない？それでは行ってみましょう。マドラスチェックの恋人お聴きください。マリーナの桟橋歩いたけど帆柱だけ風になる。真っ白のクルーザー探したのにここにはもういないの。確かマドレスチェックのブレザー着てたわ。もうそれしか覚えてないけれど心はマリンブルー。多分彼に二度と会えない。なんかキュンときた。切ないのにマリンブルーってどういうこと？もう子供の時全然意味わかんなかった。でもなんか会いたい人に会えなかったんだなっていうのが分かった。そして2番目に僕のヨットに乗れよと誘った言葉が今空耳みたいにふと響くってあるんですよ。あ、このぐらいの低さで歌ったら裏声使えなくても歌えるね。低く歌うのはどう？マリーナ、あ、明菜ちゃんみたい。なんか低く歌ったらアキナちゃんみたいじゃない？マリーナの桟橋歩いたけど。どう？低いのどう？ダメ？ダメですか？それからもうこれも大好き。もう全部好きって言ってるよね、なんかね。愛されたいの。すごくない？もうこのタイトルだけでキュンとこない？愛されたいんだって。愛されたいの。なんか聖子ちゃん的に言ったらどんな感じ？愛されたいの。こんな感じ？よくない？このタイトル。愛されたいのを作ったのは松本隆さん。作曲が財津和夫さんです。愛されたいのの A 面は野原のエチュード。もう子供の時ね、トゥルリラの意味が分かんなかった。トゥルリラ、トゥルリラ。風に吹かれての B 面。愛されたいの。なんでこの歌詞のタイトルつけたの？夢の中の歩道は、ごめんなさい、途中だけど、この夢の中の歩道はってすごくない？夢の中の歩道は、落ち葉たちのパレット、見えないの、見えないの、あなたの愛か逃げるようにあなたは木立の中消えるの追えないの追えないの立ちすくむだけ。もうすごくない？これ以上歌ったら泣いちゃう。もう最初から夢の中の歩道は落ち葉たちのパレット。現実の歩道のことをなんか落ち葉のパレットねって。もうそれだけでも詩人だけど、夢の中の歩道が落ち葉のパレットなのよ。よくさ、落ち葉が敷き詰められてる時になんか落ち葉の絨毯ねってっていうようなことは誰でも言うじゃない。それを落ち葉たちのパレットって今この現代社会の作詞家でもこの歌詞思いつく？思いつかないと思う。もうこれは松本隆さんが天才だからだと思いますよ。もうこの歌聞いた時にこの歌詞を読んだ時に松本隆さんは天才だなって思ったんですよ。それまでもなんでこんなに女の子のキュンとした心を歌えるんだろうとかなんでこんな女の子のキュンとした気持ちをここまで言葉で綺麗に表現できるんだろうって。ここに来て、この人は天才だなって。情景を言葉にする天才だなっていうのは、本当に子供ながらに思ってました。なんか全然進まないよね。なんか喋りすぎてて。大丈夫ですか皆さん。皆さんついてきてくれてますか？ココアートチャンネル始まって以来の一人よがりラジオになってない？大丈夫？なんかアップロードした後のコメントが怖い感じになってきました。まあね。このココアートラジオがアップロードされて、そのコメント欄によったら、もうこの企画は封印ということになると思うので、封印されてしまった時のために、もう思う存分今日は聖子ちゃんを語り尽くそうと思います。それで次の曲なんですけれども、次の曲の A 面の曲は、ピンクのモーツァルトっていう曲なんですけれども、私子供の時にテレビののど自慢大会のオーディションを受けに行って、たんですけど、その時歌ったのがピンクのモーツァルトなんですよ。まあこれは余談なんですけど、そのピンクのモーツァルトの B 面のガラスのプリズム。これも素敵なんですよ。このガラスのプリズムっていう歌も私本当に大好きなんですよ。もう本当に大好き。カラオケに行ったら絶対歌う歌。これを作ったのは松本隆先生です。そして作曲がなんと細野晴臣さんなんです。すごくないですか？でもこのガラスのプリズム、聖子ちゃんファンじゃない人、ご存じない方も多いと思うので、ちょっと歌いたいと思います。さよならって言葉、普通っぽいし、握手も嫌みたい、そらぞらしくて、助手席になじんだ体のライン明日からあの子が足を組むのね私よりキスが上手、そんなこと聞けるわけないね。ガラスのプリズム、あなたとあの子と私。ガラスのプリズム、綺麗な三角形ね。赤等力セーラーシも屈折しそう。これも失恋の歌なんですけど、最後の赤等力セーラーシも、これ知らない方聞いたら何なんだろうと思わない？色なんですよ。アップロードする頃には画面に書いてると思います。赤等力セーラーシ、赤等力セーラーシも、最初これ子供の時聞いた時に何かの呪文なのかなと思ったんですよ。それで子供の時になんか嫌なことがあった時に赤等力セーラーシって言うと元気になれたんです。変な子でしょ？なんか嫌なことがあるとこの言葉を呪文のように唱えると元気になれてた私です。そして次がですね、ハートのイヤリングの B 面スピードボードという歌です。これは作詞が松本隆さん、作曲が財津和夫さんです。さっきから何気にすごいのが、聖子ちゃんの歌ってやっぱりすごい巨匠たちが作ってたんですね。本当に天才たちが作った曲と歌をあの聖子ちゃんのキャンディーボイスで完成させる、素晴らしい総合美だわ。これぞまさに総合美ですよ皆さん。本当にスピードボードは静かな午後のキラキラした海を思い浮かべて聴いてください。聴いてくださいって私が生意気ですよね。本当は聖子ちゃんの歌を聴いていただいた方が、もう本当にこのココアトラジオでこの歌素敵だなってほんのちょっとでも思ったら、ぜひ検索して聖子ちゃんを聴いていただきたいです。スピードボードを歌います。音もなく動く雲か、光と影を作る、動かない船の敵、岸までかなりあるわ。止まったエンジン覗き込んでる、あなたの横顔真剣だわ。このまま流されてもいいわ。でもね、怖い。この葉のように二人、青い海に揺れる。すごくないですか？曲と歌詞でもう情景が浮かんでくるでしょ？もうなんか本当にすごいとしか言いようがない。この歌も子供の時本当に何回聴いたかわからない。ハートのイヤリングを聴くと、なぜかこの歌の方を思い出すんですよ。優しく叱ってよ、素直じゃない私。ハートのイヤリングも素敵よね。本当に。そして次が、作詞が小坂明子さんですよ。あなたの小坂明子。もしも私が家を建てたならの小坂明子さんが作詞なんですよ。七色のパドルという歌なんですけど、天使のウィンクの B 面なんですね。多分今の若い方が聞いたら多分歌詞的にも歌的にもレトロに聞こえるのかなと思うんですけど、私の中では今でも新鮮に輝いている歌なんですね。始まりがキラキラなんです。タン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 って始まりなんです。なんか声で説明してもなかなかわからないんですけど、ぜひ検索して聴いてもらいたい。歌は、早く振り向いてね、甘いテレパシー、窓の外はスプリングレイン、日を伝って雨上がりの道、傘を放り出し、飛び越したパドルで、よろけた途端、真っ白なシャツに、甘いキスマーク。素敵でしょ？なんか本当にアイドルっていう感じじゃない？素敵でしょ？もう本当に全部紹介したい。でもスタッフがもうあと1曲ぐらいにしてということなので、あと1曲ぐらいにしますと、次はベルベットフラワーというストロベリータイムの B 面です。ベルベットフラワーはなんでこんなに私の記憶の中ですごい色が濃いかというと、私初めて松田聖子さんのコンサートに行ったのがストロベリータイムというコンサートツアーなんですね。大阪城ホールに行ったんですけど、小学校6年生の時に初めて松田聖子さんのコンサートに行ったんです。小学6年生の私がアルバムも買ってシングルも買ってコンサートチケットも買ってファンクラブの会費も払うっていうのは本当に大変だったんですよ。でもお金を貯めてコンサートに初めて行って本当にえずくぐらい応援したのを覚えてる。一番後ろの席だったと思う。でもファンクラブで買ったのに聖子ちゃんがちっちゃいって。でも聖子ちゃんがリフターに乗ってぐるーって円形ステージを回ったので割と近くで見えた感じがしたんですよ。それをストロベリータイムの B 面だから色濃く残ってるんですよ。それでは本日ココアトラジオ松田聖子さん特集、最後の曲ベルベットフラワーお聴きください。草花も呼吸してるのね、ミツバチが舞う街角、行かないでさ叫びたいけれど、つぶやきは逆にさよなら。好きなのに素直に言えない、心の壁に邪魔されて、なぜかしらあなたの前だと冷たい態度しちゃうの。黒い上着はベルベット、袖をつまんで歩きたい。だけど時間はさりげなく愛を交わして過ぎるだけ。すごくないですか？この松本隆さんのこの歌の世界。大好きな彼のベルベットの上着の袖をつまんで歩きたいって。可愛くない？最後の方に、黒い上着はベルベット、少し歯切れをもらえたら、私思い出飾るためリボンの花を作るでしょう。すごくない？彼の上着のベルベットの生地でおリボン作るのよ。すごくない？この世界観。もうすごくない？もう本当に。もうちょっとすごくないしか言ってない感じですけど。ということで今日は聖子ちゃんの LINE アットにいただいたリクエストにお答えしたのと B 面を収めた2つのアルバムの中から本当はたくさん歌ってるんですよ。本当はもうほとんど歌ってるんですけど、アップロードでは多分ピックアップされて編集されてると思います。でもどうですか？今日のこのラジオ。大丈夫？だってこれ聖子ちゃんファンじゃなかったら何にも面白くない感じ？だって歌だって私の歌より聖子ちゃんの歌聞いた方がいいに決まってるじゃない。でもなんかほら、なんていうの？聖子ちゃんのファン同士でちょっと盛り上がってお茶会したみたいな口ずさみながら。きっとラジオを聞きながら歌ってくださった方もいるんじゃない？制服とかだったら下を歌ってくださった方とかいるんじゃない？皆さんさ、よかったらまたこんな感じでまったり聖子ちゃんラジオとかあきなちゃんラジオとか、なんか当時のキラキラした80年代のスーパーアイドルの話なんかで盛り上がりたいなって私は思うんですけれども、いかがでしょうか。私は聖子ちゃんも大好きだったんですけれども、実はあきなちゃんのシングルとかもこっそり買ってたんですよ。アルバムも残念ながら本当に当時のレコードを今持ってたらすごい宝物になってたのに、父親に全部捨てられました。高校生になった時に、男のくせに何やってるんだって。だから私の中では一時ちょっと聖子ちゃんのことが高校生の時に止まっちゃって、大人になってからまた CD を買い集めて聖子ちゃんをもう一回見直したりして、やっぱり聖子ちゃんっていいなって、私の青春だなって、子供の時嫌なことがあった時に聖子ちゃんの歌に励まされたなとか、自分ができない恋愛を聖子ちゃんの歌で疑似恋愛したなとか、なんか本当に聖子ちゃんの歌には思い出がいっぱい詰まってるし、なんか本当に聖子ちゃんの歌にいっぱい救われて成長したなって、聖子ちゃんの歌で大きくなってきたんだなって。私の田舎では聖子ちゃんも好きな人がほとんどいなくて、私だけだったんですけど、なんかぶりっ子とか、なんか聖子ちゃんの悪口言われるたびになんか嫌な思いしてた思い出もあるのね。それで聖子ちゃんがなんかワイドショーとかで叩かれるたびに、誰も聖子ちゃんに会ったことないのになんでみんな聖子ちゃんのことこんなに悪く言うんだろうって、本当に私大人になったら誰かの悪口を言う大人にだけは絶対ならないって、なんかワイドショーを見ながら思ってた記憶もちょっと思い出しました。なんか本当に当時の好きだった男の子のこととか、なんかいろんなことを思い出して、今日はちょっといつになく長いココアとラジオになりましたけれども、終始胸がキュンキュンしました。なんか私が歌ってただ聖子ちゃんを熱く語っただけのこんなラジオ、大丈夫だったでしょうか。皆さんはいかがだったでしょうか。もし同年代の方とか40代50代60代の方で、当時聖子ちゃんを好きでいてくれた皆さんがほんのちょっとでも当時のご自分に戻って、ちょっとなんか胸がキュンとしていただいたら嬉しかったです。なんかココアドラジオをお届けしてたら、なんかまた聖子ちゃんの歌が聴きたくなったから、この後は聖子ちゃんの CD を大音量でかけながら絵を描きたいと思います。なんか本当に最近聖子ちゃんの歌ばかり聴いてる。本当に調子に乗っていっぱい歌ってしまいました。申し訳ありません。こんな拙い私の歌ラジオだったのに、最後までお聴きいただいた皆様本当にありがとうございました。またこんな感じで同世代の皆さんと同じ話題で盛り上がれたらありがたいです。なんか聖子ちゃんファンから叱られないかなってちょっとドキドキしていますけれども、今日はこの辺でココアとラジオを締めたいと思います。最後までお聴きいただきありがとうございました。それではまた。